ババヤ住宅は長野県松本市内殿にある江戸時代の民家。松本市立博物館文館の重要文化財ババヤ住宅として公開されている。江戸時代末期の長野県西南部を代表する民家建築として平成8年に国の重要文化財に指定された。ババ家の伝承によると先祖は武田信玄の家臣、美野主神春の縁者であるババスケマサとされ、 天正十年、武田氏の滅亡を機に当地を開発、この住宅の前身を建立したとされている。馬場家は、江戸時代には広大な田畑を持ち、農業を営み、当地の領主である、諏訪高島藩藩主と、親密な関係を持つ特別な地位にあった。屋号は、古屋敷と呼ばれ、西面を左右に長屋を持つ表門、及び平に、北面、東面を土塁で囲まれ、 屋敷地中央に、母屋が建ち、周囲に、注文、文庫像、屋像、隠居屋、茶室、旧馬屋などの建物が配置されている。現在では、第16代当主により、敷地と建物の約半分が松本市に寄贈され、母屋と文庫像、門長屋、旧馬屋は一般に公開されている。なお、先代の15代当主は、メキシコの日本人意味を救った。 外交官、馬場聖徳であり、その実定は、海軍火薬省省長、松岡はじめみである。松本市立博物館条例。ありがとうございます。